石井よし子は、日本のシャンソン歌手、エッセイスト、実業家。日本シャンソン界の草分けであり、半世紀以上にわたり兼任し続けた業界の代表、中心人物として知られている。日本シャンソン協会初代会長。東京都出身。東京府立、第六高等女学校卒業。東京音楽学校生学専科卒業。 母の勧めにより6歳からピアノを習う。ただ、歌は好きだがピアノは好きになれなかったという。ピアノを教えていた岡本珠は、そんなヨシコにピアノを無理強いすることなく、ただ好きな歌を歌うよう勧めた。東京音楽学校では、主として、ドイツ歌曲を学んだ。同校を卒業して、1945年に、ジャズ歌手となった。 渡辺博史とスターダスターズの専属歌手などを務めた、後、サンフランシスコでの留学を経て1952年に、突伏し、パリで、シャンソン歌手としてデビュー。サンフランシスコ時代に、遊びに行ったホテルのバーで、偶然ジャズ界の重鎮ルイ・アームストロングと出会い、そのホテルのステージで共演したことがある。サンフランシスコでは、ジョセフィン・ベイカーとも共演している。 1961年に、石井音楽事務所を設立し、裏方に回る。岸陽子、足野博士、加藤時子、田代美代子、ザ・フィンガーズなどのマネージメントを行ったが、ソ連の赤軍合唱団の昌平公演の失敗などから赤字がかさみ、1977年に廃業。その後は、歌手としての活動を再開した。1991年には、 日本シャンソン協会を設立して会長に就任。2002年より神戸大使を務めた。エッセイストとしても知られ、1963年に上司した諸女作、パリの空の下オムレツの匂いは流れるは半世紀を経た2017年現在まで一度も絶版になっていないベストセラーである。 食通として知られ、料理の鉄人にはたびたび審査員として出演した。晩年まで歌手、エッセイストとして活躍し、2010年7月17日、寒不全のため死去。87歳没。改名は、綾や院寺昇降を題し、ありがとうございます。